こんにちは、佐々木です。本日はメルカリコロナウイルス対策商品の落とし穴、アカウント削除の対象になる可能性があるので注意してくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。この動画ですね、マスク以外にね、アカウント削除の対象になる商品があるのをキャッチしました。ぜひね、紹介させていただきます。まずですね、今回こちらですね、マスクと入れていただきまして、で今回です。1万円から5万円ですね。で、新品、送料込み、売り切れですね。そうしたらこういったのいろいろ出てきますね。今回です。キャッチしたらですね、これですね、相乗りというかね、これは例えばビオリューなんですけど、通常料金でもっと安いんですよね、ビオリュー。それをですね、これ、6個で1万3000円とかね、こういった風に合掛けで出してる商品があるんですね。で、この商品がですね、なんとですね、アカウント削除の対象になる可能性があります。で、これ、なぜかと言いますと、今すぐ物議になってまして、ネット上とかね、そういうとこ物議になってまして、おそらくね、これをやってる方はですね、警告が入ってるかと思うんですよね。これそうです。1万円とかですね。通常はちょっと考えられないので売ってるんで、ぜひね、こういった、方眼で売りますと、やはりね、アカウントね、削除の対象になってしまいますので、ぜひね、注意していただければいいと思います。ぜひね、こういった風に、出品しないようにしてみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアルプレゼントスタンプをお願いします。あと、YouTube からソニーさんは受け付けません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、さあ見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。